細かいところまでまつげとかも描いたりとか、ここもなんかちゃんと反射が入るまで色重ねたりとか、この眉毛もこう線入れるっていうところまでやったりとか、だから割とそのなんだろう、手間がかかっても妥協しないっていうのはすごいこだわりですね。やっぱなんかすごい長時間毎日毎日やるっていう感じなので、どっちかというと苦しい方なんですよね。書いてて苦しいことが多いっていう。でもやっぱりなんだろう、例えばこの絵だとこの目の描写とかおでこの描写がうまく決まったっていう時はやっぱりすごい嬉しいなって思ったりするっていう、だからすごい長い苦しい期間とちょっとの嬉しい期間の繰り返しです。